初めての赤ちゃん金魚の育て方、マルロ。人工餌の切り替えのヒット、作り方編。私が毎日動画投稿してきた、ド素人が金魚の卵から育てる、という1年間の動画シリーズがあります。私自身、赤ちゃん金魚を育てる中で、かなり、トラブりました。その度に、私が勉強したことを、初めて金魚の卵から育てる方の、ご参考にしていただければと、動画を作ってみました。お役に立てたら、とても嬉しいです。では、本編、スタートー。では、人工餌の切り替えの時期に関して、ざっくりとお伝えしようと思います。赤ちゃん金魚が大きくなってきて、卵からだいたい1ヶ月くらいです。ただ、内臓の機能が未発達のため、餌に工夫が必要です。成魚になっても同じで、消化の良い餌を与える必要があります。さらに、浮上餌と、沈下餌とあり、どちらを選んだら良いか、私みたいなド素人にはわかりません。ではまず、浮上餌と、沈下餌についての簡単なご説明をしますね。魚の餌には、水に浮く浮上餌、水に沈む沈下餌があり、浮上餌の方が、餌の食べ残しなどの、掃除が、楽ちんだったりします。しかし、浮上餌は、金魚、特に、丸物の金魚には、あまり好ましくないんです。それは、餌を食べるときに、水面の空気も一緒に体内に入るので、転覆を誘発してしまいます。では、なぜ浮上餌はあるのか。それは、魚の食性に関係しています。メダカなどは、水面付近の微生物を捕食しています。その餌を食べるために、メダカは、口が受け口のようになっていて、水面付近の餌を、捕食しやすいように進化しています。一方、金魚は、もともと船です。そこに沈む泥などを吸い込み、その中に含まれる有機物を栄養としています。雑食で、水面付近の餌も食べますが、基本は、そこの方の有機物を食べています。食性の観点からも、沈下餌の方が、丸物の金魚にとっては、適合していることがわかります。ただ、飼い主さんの考え方次第ですので、それでも、浮上餌が良いと思うのであれば、浮上餌でもいいとは思いますが、先ほど述べた、転覆を誘発する場合がありますので、気をつけてくださいね。さらに金魚には、成長すると、色変わりといって、オレンジや赤、白など、魚の体色が変わってきます。この、色揚げの餌というものが、アクアショップなどに置いてあります。ただ、色揚げ用の餌は、かなり食いが悪いそうです。ちなみに、私の場合は、プロに教えていただいた、ツヤフジという餌を使っています。このツヤフジは、
近所にとって、有用な餌でありながら、色揚げの効果がある餌も配合されているため、この餌だけで、すべてお任せできます。ですが、この餌も、ペレット状の乾燥餌なので、消化の良い餌にするために、一手間かける必要があります。その一手間のやり方を、これからご説明しますね。これは、私が、ベリーブラインシュリンプから、人工餌に変えた日の、卵から38日目の動画になります。ここでは、全玉くんリキッドと水を加えて、一旦練り、パチンコ玉サイズにして、冷凍し、餌の時間に、この粒を与える、というやり方です。栄養価が高い上、色揚げの効果もあり、さらには、元気性の善玉菌リキッドを加えたことで、身体の内側から内臓を良好な状態にしてくれます。この粒を冷凍にすることで凍った餌が水槽の中で少しずつ溶け出します。水に溶け出す餌なのでとても緩い餌です。これを金魚が吸い上げることで消化が良い餌となるのです。この日初めてこの餌を与えました。食いはどうでしょう？見てみてください。ご覧いただいたように、ベリーブラインシュリンプから、消化の良いツヤフジの団子餌に変えました。食いもよく、たくさん食べてくれたので、一安心でした。ただ、水がかなり汚れます。しかし、善玉菌のバクテリアに、残った餌を食べてもらい、小さい水槽でも赤ちゃん金魚から育てることに成功しました。やはりプロの選んだ餌や設定は
間違いがないことに改めて気づかされました。プロやベテランさんたちは冷凍の赤虫を金魚に食べさせたりしていますが、一般人は金魚の餌用に赤虫用の冷凍庫なんて用意できませんよね。普通の冷凍庫に私が赤虫を入れようものなら速攻で嫁さんに怒られます。ということで、ベビーブラインシュリンプから人工餌に変える時期は卵から1ヶ月経過したくらい、餌も消化が良い状態にしてあげましょう。では、今回はこの辺で終わりにします。次回は金魚と水温に関してお伝えしようと思います。このまま続けてご覧になる方は私のチャンネルの再生リストをお使いください。そして私の動画作りの励みになりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では今回はこれにて失礼します。ご視聴ありがとうございました。